こんにちは。株式会社アイスタイル代表取締役井上智晴です。アイスタイルではお客様が喜ぶことしかやらないことを決め、生まれ育った姫路からひと手間楽しんで、設計士と作る住めば住むほど愛着の枠へをひと手間楽しんでお届けしております。ぜひアイスタイルチャンネルへチャンネル登録よろしくお願いいたします。アイスタイルでは家庭用エアコン14畳用1台で夏涼しく冬暖かくお過ごしいただくために、まず基礎断熱を施工していきます。コンクリートや土の特徴として熱容量が大きく、温まりにくく冷めにくいという性質があります。洞窟の中を想像すればわかるように、地下の温度は地上と比べて年中安定しています。基礎断熱にすることで夏は吸熱してくれるので涼しく、冬はコンクリートが蓄熱するので日中に日射熱で温まった状態を夜まで維持しやすい室内環境になります。冷暖房の使用を控えた時でも快適な状態を保ちやすくなります。基礎断熱の施工が終わるとサッシが搬入されてきます。サッシは YKK APW330 樹脂サッシが標準仕様です。樹脂の熱の伝わり方はアルミの約1000分の1です。結露のない暮らしを楽しめます。ローE複層ガラスの中空層とガラス内側の金属コーティング、アルゴンガスにより熱の伝わり方を軽減します。外部では板金屋さんが土台水切りを施工してくれています。内部では電気屋さんが配線の仕込みと大調和対流輻射熱冷暖房システムのダクトを仕込んでくれています。本日より大工工事は1階の床材の施工が始まります。床材には西アークラ村のヒノキを採用させていただいております。